セナクトエンラーやフメスは古代エジプト第十七王朝の第七代あるいは十二代ファラオ。セナクトエンラー第一世の名でも知られる。近年まで主に新王国時代に作られた記念碑などからわずかにその名が知られているに過ぎなかった。2012年のカルナック神殿の発掘調査でセナクトエンラーの名前が掘られた門が発見された。これは 王の統治の実態を示す初めての同時代史料で、ヒクソス領だったメンフィスの南方のトゥーラから資材を輸入していたことが判明している。カルナックの王名表に名前が刻まれており、デルエルメディーナに作られた墓の壁画では、第17王朝末期の王であるカーメス、世間ンエンラーと共に、西方の主人たちとして深格化されている。加えて、世間ンエンラーの息子で、 第十八王朝初代のヤフメス一世は、祖母、テティシェリを王の偉大なる妻、彼の父の母、彼の母の母と称えていることから、セナクトエンラーがテティシェリの夫の王で、世間エンラーの父であると特定された。先代の王たちとの関係は不明だが、三代前の王アンテフ六世の王妃には、王の姉妹の称号が与えられており、これがセナクトエンラーのことである可能性がある。 また、セベクエムサフ2世の娘は、別の王の息子アメニの妻となっており、このアメニの父である可能性もある。ラムセス9世の時代に横行した、王ボトークスの実態を記した、墓泥棒のパピルスでは、タという誕生名を持つ王の二つの墓について、触れている。セナクトエンラーの誕生名を示す、他の資料が未発見だったこと、世間エンラー以外に、 タという誕生名を持つ王が知られていなかったことから、多くの研究者たちは長年、このパピルスをもとに、セナクト・エンラー・オター1世、セケン・エンラー・オター2世と呼んでいた。だが、2012年の新発見によって、セナクト・エンラーの誕生名が、孫と同じヤフメスであることが、改めて確認された。ありがとうございます。